高き着物って何？あれですか。戦争前囚人はみんな赤い着物を着てたんですよ。白き着物って？一家に命をかける。いやね。ヤクザの道ですよ。勝負。おいちょ。勝田、おめえ鬼若の若い衆になったんじゃあるめえな。おやさん、私の気持ちも分かってくださいよ。大体吉田と仲直りしようとしたのが間違いなんだ。そうでしょう。大山先生から仕事はもらえましたか？くれないじゃありませんか。それだからってすぐに鬼若の賭場を縄張りしようったってそいつは無理だ。あら、ひどいわひどいわ。もう三回も負けちゃったわ。イカサマでなくて悪かったよ。フィアちゃん、なんでびくびくしちゃって。お黙り。なんでなんでじゃないよ。あんたもヤクザの足くれなら下だけなんかに言わないでちょうだい。花子さんがね、どうせ一度は掘り出すものだから、ここいらでバケツの水を当てるようにさっと開けちゃうから。何のことなの？あら、鈍感ね、いつも話してるじゃない、ほら、あのことよ。ああ、分かった。だから私言ったのよ、子供ができたら困るでしょって。必ずできるわけじゃなさそうだから、ちょっとぐらい平気だって。あら、すごいわね。あなたこそどうしたんだ。俺はやっぱりお金橋と勝負する。やめて。やるかい。どうだ。先やった。あとないか。あとあった。あれっきりちっともお見えにならないんですもの。ひどいかった。